森山博士は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、自由民主党国会対策委員長、自由民主党鹿児島県連会長。農林水産大臣、財務副大臣、財務大臣政務官、自由民主党 TPP 対策委員長、衆議院農林水産委員長、参議院議員、鹿児島市議会議長、鹿児島市議会議員等を歴任した。 名前の正しい表記は、示す変に谷の自民党の農林族議員の代表格として知られた。鹿児島県鹿屋市生まれ。中学校卒業後、鹿児島県立鶴丸高等学校定時制。家庭や幹部に入学し働きながら通う。1964年に鶴丸高校や幹部が鹿児島県立日清高等学校となり1965年に日清高校を卒業。 23歳で中古車販売業を立ち上げる。1975年4月、鹿児島市議会議員補欠選挙で初当選し、以後1998年まで7期連続で当選。1982年により鹿児島市議会議長。1998年、第18回参議院議員通常選挙に、鹿児島県選挙区から自由民主党公認で出馬し、当選。 この選挙で自民党は井上義雄、森山の二人を鹿児島県選挙区で擁立し9年ぶりに2議席を独占した。2002年第1次小泉第1次改造内閣で財務大臣政務官に任命された。2004年4月山中貞則の死去に伴い施行された鹿児島国の補欠選挙に参議院議員を辞職して出馬し当選した。 2005年7月5日、郵政国会において、郵政民営化法案の衆議院本会議採決では、増反し、反対票を投じる。このため、同年9月11日の第44回衆議院議員総選挙では、自民党の公認を得られず、無所属で、鹿児島国から出馬し、自民党公認の新人候補らを破り再選。2006年11月27日、 自民党に復党届を提出し、12月4日の党紀委員会で森山を含む11人の無所属議員が自民党に復党した。2007年8月29日、第1次安倍改造内閣で財務副大臣に任命され、福田康夫内閣まで務める。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、鹿児島国で民主党の網や、晋助を破り、 参戦。2010年11月4日、TPP 参加の即時撤回を求める会を結成、会長に就任。2012年の第46回衆議院議員総選挙で4選。選挙後、衆議院農林水産委員長に就任。2014年9月29日、農林水産大臣に任命された西川君也に代わり。 自由民主党 TPP 対策委員長に起用される。同年12月の第47回衆議院議員総選挙で合戦。2015年10月7日、第3次安倍第1次改造内閣で農林水産大臣に任命され初入閣。米の減炭制度廃止や JA グループを束ねる JA 全中の解体などの農政改革を推進する農水省の奥原正明事務次官とは、 意見が合わなかった。2017年8月3日、内閣改造に伴う、当人事で自由民主党国会対策委員長に就任。同年10月の第48回衆議院議員総選挙では、鹿児島県内の小選挙区区割変更に伴い、鹿児島4区から出馬し6選。2021年7月3日、 国体委員長の在職日数が1431日となり、大島忠盛が持つ歴代最長在職記録を抜き、単独トップに立った。ありがとうございます。